はい、皆さんこんにちは。今日の映像は14231で13432に対するミドルゾーンでボールを前に進めるを説明します。このシステムは真ん中に相手が密集しているシステムになります。サイドが空きますので、サイドを有効利用していきたいと思います。ワイドに開くとこのような形で3枚が対応してきたら中が空きます。中のケアをされたらワイドが空きますので、相手の18が対応してくるかと思います。赤、青のところで数的優位が出来上がります。ボールホルダーが11番に向かって数的優位を作ります。さらに9番に向かって数的優位を作るためには、6、18がしっかりと相手のトライアングルの中に入ってき、ターゲットとワイドのポジションを取ることが必要になってきます。狭いところに一旦入れ、相手を集結させ、ターゲットとワイドのポジションをしっかり取り、ボールを動かしましょう。当然、引きつけた相手に対してワイドが空きますから、ワイドを有効利用することも良いでしょう。密集した中で素早く判断をし、ワイドとターゲットのポジションを使いながらボールを前に進める努力をしてみましょう。それでは 3D を見てみましょう。次はボールホルダーの周りに数的優位を作りながら同サイドを攻めていく方法を確認しましょう。このように相手のラインを突破する。そうすることによって相手のラインを突破することができ、数的優位ができます。サイドと真ん中に数的優位ができてきます。ボールを前に運び、引き出しながらターゲットとワイドを狙っていきます。常にワイドとターゲットを意識しながらラインを突破していきましょう。ボールホルダーの周りのラインを意識してポジションを立ち、ターゲットとワイドにボールを配球していきましょう。狭いからといって怖がらず、しっかりと立ち位置を取りながらボールを動かせるようにしていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次は相手がワンサイドカットをし、同サイドで数的優位を作ってきた場合を説明したいと思います。このような形でラインを組まれてしまい、密集してきます。この場合も相手のラインを意識してポジションを取り続けましょう。相手を密集させて4、3が空いてきます。そういったところをうまく使い、ボールを配球していきましょう。さらにワイドにボールを配球したら、今度は中が空きますので、中を有効利用していきます。どんな時も相手を意識してターゲットとワイドをポジションを取っていきましょう。可能な限りボールは前に進める、ダメであればワイド後ろというような形で常に前に進める姿勢を持ちましょう。それでは 3D を見てみましょう。次は前の3枚が逆三角形になって対応してくる方法を説明したいと思います。この場合、中誘導されますので、真ん中に数的優位を作り、キーパーを有効利用していきましょう。当然、前に人を配置すれば数的優位ができますので、相手の裏を積極的に狙っていきます。ここではキーパーを使ってラインを突破する方法を説明します。その場合でも前にボールは配球できるようであれば前に配球します。空いているボランチにボールを渡し、ターゲットとワイドをしっかり取っていきましょう。相手が密集しているからといってボールを怖がるのではなくて、しっかりとポジションを取って相手をいなしながらボールを配球していきましょう。それでは 3D を見てみましょう。
相手が541に変形してきた形を説明します。この場合ワンサイドカットし同サイドでボールを奪われやすくなります。ですので同サイドで数的優位を作りましょう。相手のラインを意識してポジションを取っていくことが大切になります。ここでも前に進められるようであれば積極的に前に進める。そうすることによってワイドが空いてきます。いずれにせよターゲットをしっかり取り、さらにワイドを有効利用していくってことですね。必ず相手を見ながら相手の変化を見てボールを進めるっていうことがとても大切になってきます。決まりきったことではなくてその状況に合わせてボールを前に進められるようにしましょう。それでは 3D を見てみましょう。最後に343のまま組織的に守ってくる方法を説明します。ラインはこのような形になりますので必ず数的を作りましょう。ラインを意識してターゲットとワイドを取るのはいつも通りになります。やはり狭い中であってもポジションを取っていくことが大切になります。そのためにはボールをもらう前に周りを見たり判断する速さを速くしたりプレーの実行を速くすること、とても大切になってくるかと思います。連続して精度の高いプレーができるようにしましょう。それでは 3D を見てみましょう。